バラバラ殺人事件の被害者の身元が判明した。それが私の知っているチワワちゃんのことだとは最初思わなかった。僕らの時代を、私たちはチワワちゃんと遊んだりキスしたりバカ話をしたりした。でも大体私はチワワちゃんの本名すら知らなかったのだ。こんにちは、チワワです。